はい、今日はね1月の新積むセット積むの評価について話していきたいと思います。で、僕の結論としては母体は確保、ただスキチケの優先度としてはちょっと低めかなと思ったので、なんでそうなったかっていうのを含めてよかったら最後まで見てってください。で、1月から登場したこの新しい積むセット積むですね、チャーム積むペア積むに次ぐ新しい、まあ、機能というか積むになってます。で、今回はカラフルのミッキー&フレンズっていうことなので、多分今後いろんなの出てくるでしょう。トイストーリーとかモンスターズインクとか出てくると思います。で、追加ペースなんだけど、まあ初めてペアツムが出た時って確か2ヶ月おきくらいに出てたと思うんだけど、2ヶ月か3ヶ月。まあ最近ちょっとペース遅くて、まあ、ダースベイダートルーパーが5月、ミッキードナーが9月とかだったよね、確か8月か9月かで、その後ジャックサリーが来たので、まあちょっと間が空いてきてるので、うん、セット積むもそんな頻繁には来ないんじゃないかなと思ってます。結構特別感があるので、なんでセット積む来てペア積む来てセット積む来てペア積む来てみたいな感じで、感覚としては結構空いて出てくるんじゃないかなという予想ですね。で、スコア性能に関してはまあちょい高くらいかな。スキルマックスでまあ6000万は出せました。まあこれだけ切り抜き動画出したけど、ワンプレイでコイン2万2000とか出て、まあレベルボーナス含めて6500万出せましたね。ただまあ消してる割にはあんまり点数出てないかなと、こんだけ頑張って6000万かみたいなそんな感じです。点数的に見るとまあペアツムたちと同じぐらいかなと思います。他のペアツムとかがだいたい5000万超えてくるので、5000万出せてないペアツムがアリエル&フランダーとウッディーバズとパステルドナルドかな、この3体だけかな。まあパステルドナルドはあんまりスコア出しやってないので、ちゃんとやれば5000万とか出せそうだけど、まあほとんどのペア積むが5000万を超えてる性能なので、セット積むもまあそんくらいでしょう。まあいろんなスキル持ってるので、複数の。まあそれをひたすら打ってれば5000万くらいは大体出せそうかな。今後出てくるセット積むとかも。で、5000万くらい出せれば一応まあ高い方だね。積む全体で見れば5000万、僕が出せてるのが今50体くらいなので、まあ6500万出せたら高い方です。で、今右側に、ゲームエイトさん、攻略サイトの僕が出したスコアランキングがあります。一応監修の方をしてるので、まあこんな感じでまとめてくださってるんですけど、まあこれ少し前のやつというか、僕があの更新した点数提出してないのでランキングちょっと違うんですけど、まあピグレットシンデレラが21億です。3番がジャックサリになりますね。これが8億出せてます。で、エルサラが4億だね。僕ここの辺ちょっと入れ替わるんですけど、まあちょっと下の方を見ると、ソラロクがいたり、ラブリースティッチがいたり、ベル野獣、パイロットルーク、ダースベダトルーパーとか、ペアツムがここら辺結構上の方にいて、まあ後の、まあ、タイムボム結構狙える系のツムが5000万以上出せているので、で、こう見るとまあカラフルミッキー、まあある程度点数は出せてるけど、めっちゃ強いっていうわけではないかなっていうところで、まあちょい高くらいの評価をしてあります。まあスコア性能はそんなもんでしょう。で、コイン稼ぎ性能についてなんですけど、結構高いです。かなり高め。自分の検証だとスキルまで8位になってましたね。ナミネシーバズガストンで、ローズ、ユキエル、ジェダイ、ジャックサリー、その次にカラフルミッキーが来ます。で、これまあ S とか A とか B とか今回つけてますけど、まあある程度分かりやすく見やすくしてますね。まあ1分効率4000超える、まあこの3体がやっぱ抜けてるかな。ナミネシーバズガストンで、その次にまあ A ランク帯ということで、まあローズとか1分あたり3000枚超えてるようなのを A ランクにしてます。まあここら辺はその人のプレイによって全然順位入れ替わると思ってください。アナキンがめっちゃうまくいって3500とか出るかもしれないし、逆にローズうまくいかなくて、まあ3000ちょっとになるかもしれないし、まあこの中で入れ替わると思ってください。あと、まあ3000以下が B としてます。2500から3000くらいかな。で、一応スキル4で、まあ3プレイくらいしたかな。配信の時にスキル6にする過程で、まあスキル4でちょっと3回くらいやるか、つって、まあその時1分効率測ったら2000枚くらいだったので、まあローズとかジョーンと鏡のスキル4と同じくらいの性能でしたね。まあ、ただその時ってリリース直後だったので、今やったらもう少し
上がるかもしれません。もうそのゲージ繰り越しとかスキルの流れが分かっているので、まあ今やったらもう少し伸びて、まあ2300とかそんくらいまで出せるかも。たださっき言った結論を思い出してほしいんですけど、こんだけコイン稼ぎ性能強いのに、まあ、全体で8位とかスキル4でも上位にいるとかなのに、結論は母体確保で、まあ、スキルチケットの優先でもちょい低めかなっていう評価をしてるのは、このツムちょっと使いにくいんだよね。はい、コイン稼ぎ性能はかなり高いんですけど、個人的に少し使いにくく感じる。もう忙しいんだよ。もうひたすら消して、ひたすらボムキャンして、スキル打って、でスキル打ってる間にあのコンボフィーバーだったっけ、あのゲージどんどん過ぎていくので、もうどんどんスキル打っていってやんないといけないから、ちょっと使いにくく感じます。まあこれこの中だね、コイン稼ぎの上位の積むの中ではっていうくくりなので、まあ、特にこの S ランクとか A ランクの積むと比べた場合、カラフルミッキー使うんだったら別の積むの方がおすすめかなといったところです。まあ、なのでスキルチケット優先度もまあ低めかな。まあ、スキルチケットの優先度に含まれるだけすごいんですけど、性能的にはね、このコイン稼ぎ上位 S とか A の中でいくと、この中だとまあスキチケ優先度ちょっと低めかなと思ってます。まあ、あくまでも僕が周りの人におすすめってなると、他のツムでもいいかなって感じ。こんだけね、早く消したり繰り越しを意識するツムを、まあ、周りの人とか、まあ、知り合いとかにちょっとおすすめしづらいかなって感じだね。いや、めっちゃ強いんだけど、コイン稼ぎ性能は強いんだけど、いや、この間シーバズ復活してたし、まあ、ローズも出てたし、ジェダイとかアナキンもいたし、もしそっち持ってるんだったらそっちのツム使った方がいいよって言っちゃう、僕は。という感じですね。まあこのツム自体のコイン稼ぎ性能とかめちゃくちゃ高いんですけど、他ツムと比べた場合、まあ使いやすい的に他のツムの方がおすすめかなと思ってます。で、なんとなくね、使いやすさの基準っていうものを作ってみました。で、これ本当に僕基準なので、あんまり当てにしなくていいよ。僕が思うと、まあこういう順番で楽とかきついかなっていう、これ楽しいじゃないからね、楽だからね、楽。まあ S とか A とか書いてあるけど、あんまり変わんないと思って、この S の中ではまあ大体同じかなとか、そんな感じです。で、これ全部読むと時間かかっちゃうので、まあ一番大きいのはこの3つかな。スキルループするのか、離れていてもつながる効果持ってるのか、それとまあ消去するのにツムをなぞらなくていいのか、ここ3つが大きいかなと思います。まあ、スキルループするのはガストンとかユキエルとか、ここら辺だね。もうゲージ繰り越しとかもいらないスキルループするツム、この2体がすごい楽で、離れていてもつながるのがジャックサリーとかナミネとかだね。カラフルミッキーもそうなんだけど、まあここちょっと書いてあるけど、ジャックサリーとかよりもあの範囲が狭いので、実際使ってみると思ったよりもつながんないんだよね。まあ、その部分でちょっと評価を下にしてあります。で、あと消去するのにツムをなぞらなくていいっていうのが、まあ、シーバズとかタップだけで消せるし、まあ、アナキンとかジェダイスワイプだけで消せる。まあ、ここら辺だね。一応ユキエルもそうっちゃそうかな。最終的には氷タップだけで済むので、やっぱりそこら辺の3つ持ってるのが上に来てますね、僕の中では。なんで逆に下の方を読むと、ローズとかが離れてつながんないし、ナミネとかジャックサリビタク、なんでチェーンの精度がより必要になってきて、まあつかみミスとかね、あのサブツム他のツム触っちゃうとか、そういうミスもある。で、あとまあうまく消せてやっとループできるかできないか、十字消去してもループできない時ってあるでしょ。なんでそこら辺も含めてちょっときついかなと。ガストン、ユキエルはループするのに、ナミネ、ジャック、サリーは離れててもつながるのに、シーバズ、アナキン、ジェダイはツムつなげなくても消せるのにとかなると、比較してローズが下になっちゃうかなと思ってます。あんまりお手軽感がないかなっていうね。で、カラフルミッキーはさっきも言ったけど、もうひたすら早くなぞらないといけないので、やっぱ早くツム見つけれる、つなげれる人じゃないとこれうまく使いこなせないと思うんだよね。で、これもチェーン系のツムなので、あのチェーンのミスとかね、掴むツム間違えるとかもあるあるだと思う。ミッキー、ミッキー固まってんのにミニ触っちゃったとかね、
あんだけこんだけ早く繋いでるとそのミス多発するので、僕も何回もミスしてるから、まあその点でちょっと使いにくいかなと思ってます。これ A とか書いてあるけど、アナキン時代はただただジャイロがきついだけだからね。これスキルの使いやすさだけだったらめっちゃ楽だから S くらいあるんだけど、ただただジャイロが体に負担がかかるので A にして下げてます。で、一番下チェルナだけども、チェルナはやることが多すぎるので、これはもう C じゃなくてもう D とか E くらいあるわ。単純にユキエルのきつい版みたいなね。ユキエルは短いチェーンで済むんだけど、ちょっとチェーンすればその周りを氷が覆ってくれるので、ただチェルナの場合は炎を作るためにちゃんと長く、まあ長くとか分割でもいいんだけど、ちゃんとそれなりのチェーン数必要になってくるし、さらにその炎消すためにはチェルナをなぞらないといけないので、ユキエルはタップでいいからね。だから全部チェーンでするから、チェーンミスがあったり、作った炎を間違えて触って消しちゃったりっていうミスがめちゃくちゃ多いので、チェルナはかなりきつい。で、まあ大体コイン稼ぎの上位の積むと比較すると、まあこんな感じの使いやすさになるかなと思います。で、これ作った後に気づいたんだけど、パイロットルーク入れるの忘れましたね。1分あたり3000超える積むで使いやすさ比較をしようとしてたけど、まあ使いやすさ的にはローズと同じくらいかな。やることローズとほとんど一緒なので、パイロットルークまあ B くらいになるでしょう、僕の中では。はい、ということで、まあ繰り返しにはなるんですけど、コイン稼ぎ性能はもうめちゃくちゃ高い。まあなので母体は確保しといた方がいいと思います。ペア粒とかと一緒で、低スキルでもコイン稼ぎ性能として十分強いので、まあとりあえず持っといた方がいいと思います。だけどちょっと使いにくく感じるので、まあスキチケ使ってまでスキルを上げていくかとかっていう判断は、まあ僕はしないかなっていう。それこそまあ数日前までシーバズとかガストン、ローズ、ジェダイ、アナキンとか強いツムが復活してて持ってる人もいると思うので、そのツムたちと比べて、じゃあどのツムにスキチケ入れるかって言われたら、まあシーバズとかジェダイとかそっち入れといた方がコイン稼ぎやすいと思いますっていう評価なので、まあ一応参考にしてみてください。絶対に入れちゃいかんっていうわけではないので、まあカラフルミッキーの動画とか使ってるところ見て、あ、自分だったら使いこなせそうってあれば全然使っちゃっていいと思います。はい、ということで今回はカラフルミッキーの評価の方をしていきました。まあ今後セット積むいろいろ出てくると思います。今回は消去系3つのスキルだったけど、中央消去、斜めクロスの3つのスキルが使えるんだけど、これがいろんなスキルを使えるってなると、まあ、スコア寄りの性能のツムが出たり、もっとコイン稼ぎできるツム、まあ、ジャイロとかも使うツムとか出てきそうだけどね、まあ、今後に期待できるツムになりますので、このツム自体も強いけど、今後もっと期待できそうですね。はい、では今回は終わりです。ありがとうございました。バイバイ。